忘れてるのかなってちょっと。いやいやいや、ちょっと狙ってた。こうなんかいつもと感じが違うからさ。あ、そうね。うん。なるほどね。うん。うん。いいいいいい。はい。なんかまたっていうか寒い今日この頃ですが。寒いね。寒いね。なんか今日はさ雨が降ってたのねこっちは。うん。こっちも降ってたよ。うん。だから日中は言うほど、まあ寒いっちゃ寒いけどそんなでもないかなってくらいだったんだけど、うん、いそうですね、うんうんうん、いかがお過ごしでした。こっちは関東は降らなかったよ。降らな、でも降る降るって言っててとうとう降らなかったかなって感じで、うん、うん、でもやっぱり寒かった。あ、なんかところにより雷雨みたいなこと予報では言ってたけど降らなかったなね関東の方。あ、ね、雷雨のテロップみたいなのは、うん、なんとかくとか言って流れちゃうの、うん、でも私の住んでるとこ、うん、私の住んでるところは、うん、ならなかった。へえ、うん、そうだからよくあるよ。なんかちょっと隣の区では雷鳴ってるんだけどうちではならないみたいな。境目だったね、うん、そうだね。なんか、うん、頑張ってね風を雲をね吹いてるからね、うんうんうん、雲が近くなるとあっち行けって言ってるから。チャコリンのパワーで、うんうん、なんかローカルの方はシチューがどうとか、うん、カレーがどうとか。そうね。ね。うん。あ、この季節だね。カレー。カレーは夏だけど。うん、シチューはなんか冬とか秋って感じだ。うん。おうちへ帰ろうだね。そうそうそう。そうね。まさやんがな。うんうんうん。で、最近ビーフシチュー見ないね、みたいな話だったんだよね。そうそうそう。うん、前説でね、そうそう、それがどうやらおしゃれな名前でやってるらしいっていう、そんなのもうビーフシチューじゃねえっていう話をしておりました。はい、はい、ではそんなこんなで自己紹介参りましょう。どんなこんなだかわかんないけど。はい、ですね、私たちは女子4人でやってるじゃないですか。うん、で、同じく女子4人でやっている番組があるんですよ。はい。おう、うんうん。おう、私、おうだね。某、おしまいな。うん。そちらに私出ていないはずなのに、名前が、毎回出ていて。準レギュラーみたいになってんじゃん。そうそうそう、なんかねレギュラーなんじゃないみたいな盛り上がり方だよね。うん、どうしたものなのかこれってちょっと戸惑っているよ。きのこです、よろしくお願いします。向こうも楽しい、楽しいんだよ。あれ面白いよ。うん、うん、なんかこうなんていうの、最近はお便りとかを
募集してんだよね、うんうん、確か。そうだね、お便りは、うん、メールもうずっと募集してます。うん、うんうん、なんかそういうのも面白いなと思う。うん、そうね。今、全部で4つアップされているんですけど、そのラジオの様子には。うんうんうんもう3回目でね、名指しで送りなさいよみたいな感じでおーおーみたいな仕方ねえなーって書いて送ったら、うんうん、次の回は全部その話だったなんか1回目からなんかずるいずるいとか言われてなかった？言われてた言われてたよねなんか某女子髪のあの子はずるいみたいなそしてね私、うん、こんなにいい人なのに黒しっぽ黒しっぽって言われてるんですよ黒しっぽなのね生えてないよあらあ、はい、そんなこんなの私はキノコでございますよかったら向こうも聞いてねねはいそしてあ、私かそうよえっ、ー、と、今日夕食が餃子だったんですけどうんあの、ホットプレートで餃子を焼いてこう、みんなでこう食べるみたいな感じでうちはやるんだけど、うんうん、もうあの、ニンニクの匂いがすごすぎて家の中がニンニク臭だらけで若干気持ち悪いです結構ね、ニンニクがね、やっぱ買ったみたいで、あちょっとね、あの後でファブリーズしてきます。あはい。ということで、星野マンです。よろしくお願いします。はい。はい。そして、はい。今のマンの話を聞いて、うん、どんだけニンニク入れたのってすごい気になっているチョコです。よろしくお願いいたします。いや普通のなんか売ってる冷凍餃子なんだけど、うん、業務用なんか50個1袋みたいな冷凍のね、うんうんうん、やつなんだけどそれもしかも全部は食べてないんだよ今日は3人だったからね、うんうん、両親と私だけだったんだけどでもなんかね結構ニンニクが効いてたみたいでしかもホットプレートでこう油引いてバーってこう焼いて食べるとかなったらもうなんかね匂いがすごいもう私の部屋は2階なんですけど、うん、1階に降りようと思ってガチャって開けた瞬間ニンニク癖っていうすごいねそれ本当にねなんかもうすごいわやばいわでもなんかあれだね次の日明日の予定とか大丈夫それだけすごいとさ、明日なんかすごい匂いそうじゃない？そう、ちょっとね、だからね、明日胃もたれ覚悟みたいな。うん。うん。なんか洋服とかもちゃんと気をつけて置いてる。うんうんうん。洋服とかはね、こう部屋に置いてあるし、こう部屋着でご飯を食べたから、まあこれで外に出ることはないから大丈夫なんだけど。うん。でもやっぱりね、匂いは気になるよね。うん。そうだね3日ぐらいは楽しめるんじゃないやだリンゴを食べるとすごい消臭作用があるそうですだってあ、マジでうちリンゴちょうどあるわあ、後でとか朝ね朝食べるわ明日うんうんうん、うん、いいことを聞いたリンゴだ、ね、うんリンゴリンゴうん明日ちょっと食べるわ剥いてうんうんはい、そしてですね、いつもは、私のモノマネを、きなこでーすってやってくれるケメちゃんがいるんですけれども、うん。本日は、ご都合によりお休みということで、はい。本日は、この3人でお送りしていきますので、よろしくお願いいたしまーす。まあ、よろしくお願いします。はい。ではでは大事な大事なスポンサーさんのご紹介です。この番組は、アツール、ジャバラエステート、キャンディーネイル、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベスト
とベースセールマガジン、イオネファッションエージェンシー、ビートックス、モンソ、以上の提供でお送りいたしまーす。今夜もよろしくねウェイ。もうなんかローカルが美味しそうな話ばっかりなんだけどすごいね、ニンニクからダーってローカルがね、うちの中身はねみたいな餃子ね、あ、そうそう餃子だね、うんうんうん、みんな手作りすごいわね。はい、じゃあもう早速一発目のコーナー参りますよ。はい、はい、一発目はセキララ公開プロフィール、はい、ねえ、マンがうまいんだよね。プロフィールプロフィール練習したからね、これめっちゃ練習したよ。そうすごい、めっちゃ練習したもん。ひそかにうるるってこうね、できなっ、うまい。いや、ほんとね、あのね、大学生ぐらいまでできんかったんよ、この舌を巻くことが。へぇ、こう、楽器を吹く奏法に、こう、舌を巻いて吹く奏法っていうのが実際にあるんだけど、うん、それで、ちょっとそれやったら面白いなと思って、めっちゃ練習した。あ、じゃあできるの？でもね、やっぱね、楽器を吹きながらはね、やっぱ難しくて、まだできない。いやね、加えながらとか、そうそうそう、だもんね。ブルーってやんといて。すごいね。どんな音になるんだろう。なんか、音とそのブルーが混ざったような。ドルル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 ねえ、聞いてみたい。ねえ、マンの、ネトラジーでオンライブを。ねえ、ブルーって。ブルーって。これだよ、へへーって。どえらいことなのな。ねえ、うん、すごい期待してるからね、みんな。うんうんうん、めっちゃ練習しなあかん。できたら言ってね。うんうん。もういつでも準備万端で待ってるから。いい。OK。はい。ですね、このコーナーは、はい、私たち、本日は3人のことをもっと皆様により深く知っていただこうと、あんなことやこんなことまで惜しげもなく暴露して、プロフィールを完成させていこうというコーナーです。はい。はい。そして、やっぱりね、この季節大事ですよ。うん。女子だからね。うん。はい。本日のテーマは、冬の乾燥から肌を守れ、私のおすすめお肌ケア。ウェイ。ウェイ。はーい。ね。大事だよ。保湿大事よ。大事な。ほんと冬すごいよね。すごい。うん。もうさ、うん、なんかお風呂とかもそうだけど、水仕事した後とかもなんか手がガビガビになっちゃう。ガビガビになるだね。うん。これ私の手っていう、うん、ちょっと悲しいことになっちゃう、うん、油断するとね、なんかなんていうの、手のさ、指の第二関節の上らへんがすごいガサガサになってきちゃったりとかするの。うんうんうん、わかるわかる。うん、いい。はい、そんなこんなで三人の意見出しますよ。はい、はい、ドン。今日はね、万能がよくわからない。よくわかんないね。うんうんうん、うん。先週のつけてるのとか一瞬思っちゃった。違う違う。違う違う。え、先週それだったっけみたいな。あ、そっかそっか。楽しみ。うん、じゃあ気になるから万ラスかな？マジで？うん。あ、最初がいい？いや、いいよ、いいよ。じゃあ、マンラスの、チャコリンスタートにしてみようかな。オッケー。うん。はい、じゃあ、チャコリン。はい。私は冬っていうか、この冬、うん、すごく注目してるのが、うん、オイル、うん、オイルの美容液とか、うん、
あと天然のそのままのオイルとか、うんうんうん、こういろんなところメーカーさんからいっぱい出てて、うん、で、あの顔につけるなんかオイルも出てるけれども、うんうん、やっぱりさっききなこりんが言ったようにその指の関節とかのカサカサとか、うんうんうん、あと甘皮とかがすごく乾燥するとするのね、冬私、うん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 、でもうなんかすごい岩みたいに硬くなっている時が甘皮があって、あ、うん、でそういった時もオイル、オイルケアで、うんうん、あのねマッサージとか、あと気になる時にちょこちょこっと塗っとくとか、うん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 、何でも使えるかなと思って一本持ってます。おお、うん、何系のとかあるの？ね、一応顔と、ヘアと、うん、うんとね、あとは何でも使える、なんか3本、3種類ぐらい。部位によっていろいろ。あ、うん。ね、そうそう、まずね、オイルを注目したのは、うん、なんかスカルプって言って、頭皮のケアをするといいですよって。うんうんうん。うんうんうん、言われて、で、髪の毛を洗った後に、うん、まだ乾かないうちに、うん、オイルを何滴か頭皮に馴染ませて、うんうん、で、ちょっとマッサージを、本当にちょっとね、ちょっとマッサージをして、うん、それで乾かすと、うん、その根元から生えてくる、うん、うん、なんか、毛っていう言い方するじゃん。ちょっとね。髪の毛が。髪の毛が。うん、髪の毛が。髪の毛が、すごく、いい髪の毛が生えてきますよと。って、うん、言って、で、この、なんか、そういう、なんか根本からとかっていうのって、私がちょっと若い時とかには、うん、特にヘアケアでは、うん、毛先を潤いをつけてあげましょうとかっていうのはあったんだけど、うん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 、なんか頭皮もマッサージしてその両方ケアしましょうっていう、でもちろん毛先もつけるといいんだけどみたいな、うんうんうん、お風呂とか髪洗う前にも、うん、たまにマッサージするといいって聞いた、オイルで、あ、その私が持ってるの椿オイル、うん、なんだけど、うん、それをやるとその髪全体に栄養を染み込ませて、で蒸しタオルをして、うん、で取ってまた頭皮マッサージをして、うん、でそのままシャンプーして、あとはトリートメントなしで OK みたいな。へー、トリートメントなしでいいんだ。そうそう、最初に栄養を与えてるからいらないみたいなのを書いてあった気がする。あ、すごい。へえ。私なんかちょっと前までだったら、うん、今キノコリンが言ってた椿オイルとかが、うん、結構ねパサパサになって、あ、私の髪の毛だとなんかねブラシが通らなくなるぐらいだったのね。へえ。私ものすっごい髪の毛細いのよ、リアルだと。あ、そうなんだ。うん。で、いつも美容師さんとかに、美容院でこう、シャンプーの後にこう、すごく絡まるから、うんうんうん、いつもなんかすみませんとか、ごめんなさいっていう。そう。で、新米の美容師さんとかだと、若い方とかだと、うん、思いっきりこうやるからすごく痛かったりとか、でそのぐらいきしむから、なんか椿オイルもいいって聞いたんだけど、うんうん、私にはちょっと合わなかったんだけど、うん、今は結構いろいろいいオイルが出てて、うんうん、で私が使ってるのはね、オーガニックの、うん、ジョンマスターオーガニックっていうヘアケアの、専門のがあるんだけど、うん。うん、それで、ケアして、う
で、あと体は、適当な。体にそれもつけちゃう。でも、オーガニックだったらどこにでも行けそうだよね。うん。かなと思って。聞いてないんだけど、なんか怒られるかもしれないけど、体はやめてくださいって言われちゃうかもしれない。ちょっと肘とか、うんうんうん、あの、膝小僧とか、うんうんうん、ちょっとね、つけて。うん。で、あとは、顔のオイルもすごくいい。うん、顔は、あの、ちゃんと、あの、顔用のなんだけども、うん、今ね、本当にいろんな、あの、メーカーさんから出てるよ。で、それを一番最初につけてから化粧水をつけたりとかすると、うん、その毛穴が引き締まる。おう、うん、で、オイルっていうとなんか、あの、ニキビとかができてる時に、出ると悪化しそうなイメージがあったんだけど、うんうんうん、今は逆にそういう時にぜひ使ってくださいみたいな。人体代謝がすごく良くて、あの、良質のオイルは、そういう時は早く治りますよ、みたいな。感じで、おすすめをしてもらって、使ってみたらすごく、やっぱり、良かったので、うん。うん。あの、私はオイルでいろんなとこをちょこちょこ塗ってます。うんうん。あの、オイルの後に化粧水？うん。一番最初にオイルだ。逆に使ってたわ。あ、逆に使ってた。先に、あの、うん、化粧水サラサラ系のを使ってるんだけど、うん。それを、あの、ボトルに移し替えて、もうシュシュシュってやった後に、手で温めて、オイルを。うん、で、うん、ウニオーンってつけてる感じ。おぉ。そっか。なんかね、メーカーさんによってもね、ちょっと違うけど、うんうん、私が使ってるのは、カネボーさんのなんだけど、うん、それは一番最初。へぇー、うん。一番最初に2滴ぐらい手のひらで温めておいて、もう何にもつけてないところにつけて、それから化粧水とか、うんうん。うん、してくださいっていう風な感じ、うんうん、でやってるんだけど、すごくいいよ。こう、だから、あ、今すごくオイルも質が上がってきたんだなぁと思って。うんうんうん。で、なかなか減らないところが嬉しい。あ、確かに。うん。なんかね、コスパ的にも。うんうんうん。うん。ちょっとですごい使えるもんね。そう。そうなの、そうなの。そこがね、あ、これなんか、なんて舐めるように使えます。どのくらい持つんだろう。最初、試供品からなんか試してみるんだけど、うんうん、その試供品ももう、本当にあのね、切って切って切ってみたいな感じ。すごいあの、ケチケチ使って、十分効果を発揮できる。うんうんうん。うん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 、なんかぜひおすすめです。うん、はい。じゃあ次、私は、うん、もう皆様古くからご存知のニベアでございますけれども。おぉ、うんうん。これはね、あの、実は私がニベアを使い出したきっかけっていうのはですね、この現場にもいらっしゃる、うん、の某お方がきっかけなんですけれどもうん、うん、それはね、ね、今ツインテールしてる人かな。誰やん。多分今ヒヤヒヤしながらね、メルモさんがカメラそっか、なんかカメラ回して落ちたらごめんねって感じなんだごめんね、メルモさん、無理させてごめん。あの、もう名前を言ってしまうと、OY でご存知の姉妹さんでございますね。うん、うん、うん。
なんか、ニベアがどうとかって前言ってた気がする。そうそうそう。で、うん、本当にいいのかよって思って、もう、うん、ずっと昔からあるじゃない、うん、あるね。誰だろうとか言ってる。そう、だから私も気になって調べてみたら、うん、なんか、そのどうやら、うん、ね、高級スキンケアクリームの、うん、ドゥランメール、うん、あの、NASA が開発したんだっけ、これ。え、違った？あ、はい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 。ちょっと待って、名前が出てこないけど、そんな名前だったら。うん。ドゥランメールだっけ？うん、ドゥランメール。っていう、あの、30ml だと 17,850円。60ml だと33,600円で、30ml が 17,850円。と、うん。成分が、ほぼほぼ似ている？お。っていうのを知って、うん。おい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 。これを使わない手はないじゃないか。うん。となりまして。うん。すごーい。そう、それから、まあ、普通のスキンケアとしても使ってるんだけど。うん。安いじゃん。うん。安い。うん。だから、なんかね、お風呂前に、うん、顔にゴテ盛りして、パックして、うん、で、それも蒸しタオルでほかほかのやつを顔に覆って、うん、もうなんか息が苦しくても我慢し、蒸して、で、洗顔すると、うん、ねえ、なんかそれまで疲れ切っていた肌が、こんなにふくらにみたいな。へー、そうなんだ。やる、やる、やる。やってやって。うん。だからなんか、あんな安いから、うん、安くて大量じゃない、青缶だと。うんうんうん。だからなんか、全然、罪悪感もなく。うん。そうだね。ゴテ盛り使える。ゴテ盛りできるね、あの、うん、CM のようにね。そうそう。5センチちょっと大きいけど。もう顔が真っ白になるくらい塗って、うん、で、お風呂に入るみたいな。うん。やるやる。そう、だって高級だとさ、もうちょっと使って、取りすぎたとかさ。そう、それからなんかね、皮膚が痛くなるのね。ほとんど吸うみたいな感じだから。うんうんうん。赤くなっちゃった、みたいな。そう。でもこれはもう遠慮なく使えるから、うん、そう、どこの薬局とかでも売ってるからね、どこでも手に入るし、ね、うんうん、で、なんか、旅先とか行くときも、うん、青チューブのやつを買っとけばいいじゃない？そうだね、うんうん、それ髪の毛とかにつけてもいいもんね、毛先にちょっと、うんうんうん、広がってる日とかは、うん、そう、なんかアメリカのやつがいいとかなんとかって出てる。へぇー、制限がないって。配合量に制限がないってアメリカは。ごごごご。そう、だから私はなんか疲れたなぁと思ってニベアパックをしたりして、うん、肌の復活を試みております。はい。はい。じゃあ、ラストマン。はい、私は、このお題はすごく困るんですよ。うん。なぜかっていうと、全くそういうのに頓着がないんで。うぃー。うんうんうん。でも、おしぼり好きだよね。あ、そうそうそう。え、なんか前にお肌ケアは気をつけてるみたいなこと言ってなかった、気をつけてはいるんだけど、そんななんかもう、なんつうの、めちゃくちゃ手の込んだことは全くしてないんですよ。ああ、うんうんうん。普通に洗顔と化粧水だけ。うん、で、うん。で、普段からそんなにバッチリ化粧とかをしない職種なので、うんうん。なんか化粧で肌がどうとかっていうのはあんまり経験がないから、うん、うん、
なんていうか。あと、なんかね、結構昔からお肌綺麗だねって言われるタイプ。おぉ。でも結構実は見えないところが乾燥はしてたりするんだけど。でもなんかそんななんかひび割れてガサガサみたいなのもないし、まあある程度こう保湿クリームを塗っておけば賄えるぐらいの一応お肌を保っててはいるので。で、よっぽどこれやべえなっていう時にそのやる感じ。例えばなんかちょっと、さすがにちょっとお肌が乾燥してきたわとか、ちょっと顔の肌荒れがひどいかもって思った時に、ちょっと念入りにお手入れするぐらい。塗り込む。で、もうあとは放置、みたいな。おー。それで飴とムチにしたんだけど。なるほど。やるときは、あ、ちょっとやばいと思ったら、そう念入りにやるけど、あとは、もうあとはもういつも通りさらーっと。だからね、今日ね、あの、二人のを聞いてやってみようっていうぐらい。もうやっちゃったらさ、もうお肌がツヤッツヤになるんじゃない？ねえ、今でも綺麗って言われてるんだったら、ピカーンみたいな。そう、で、どっちかっていうと、顔はどっちかというとオイリー系なんですよ。で、あの、足とか、こう、若干乾燥みたいな。ああ。お手手もどっちかというと、そんなにべらぼうに乾燥はしないし。なので、なんか、それこそ本当に飴とムチ。よっぽどカサカサで、なんかもう、やばいっていう時に、こう、ハンドクリームをちょろっと塗るとか。あと、そのニベアのなんかあの、今なんかボトルみたいなので売ってるじゃん。ボディクリーム。なんかいろんな。ああいうのをちょっと患部に塗ったりとか。もう。やる程度で。一番気を使ってるのはどっちかっていうと唇。ああ。やっぱり楽器をやってるから、こう唇がガサガサだとね、やっぱりちょっと影響が出るんですよ。なんかフルートとか、なんかイメージだけど、そんな感じがする。で、結構、そのやっぱ金属にこうダイレクトにこう、口を当ててるから、なんかこう、ちょっと痛くなったりとかもするから、そう、だから唇のその甘皮とかはすっごい気にする。から、こうやっぱリップを塗るとか、もう、年がら年中リップ塗ってるぐらい。口はそこだけ敏感にやってる。けど、あとはそんなに、いや、もっと実は気を使わないといけないんだろうけど、やっぱあのね、夏場とかだったらこう紫外線とかもあるから。やっといた方がいいと思うよ、紫外線。そういうのはやっぱ気をつけなあかんなと思いつつ、そこまでなんか保湿とかは、こうなんか花瓶にはやってない。ので、飴とムチです。ごめんね、すっごいなんか、今日のお題めっちゃ、あ、どうしよう、どうしよう。やばい、私、何もしてないと思って。その飴とムチ、私はなんか温感なのかと思った。あったかくしておいて、あと、冷水。っていうよりは、本当にもう、やらないときは、やらないし、やるときは。だからいつもだったら化粧水、だからお風呂から出て、化粧水終わり、みたいな。冬でも？冬でも。へぇー。で、たまに、こう、試供品とかでもらったなんかクリームとかを塗ってみて、おぉ、やべえ、みたいな。どうやべえ？なんか、肌がやべえみたいな。プルプルになったぞ。すごい。そんな程度です、私の。すごいね、元がいいから。いいんだね。オイリー系だっていうし、どっちかというとオイリー系だね、顔は。ああ。だから、羨ましい。どんどん乾燥してっちゃうわ。そう。でもなんかさ、なんか、
放置しといた時にこう飴をバーンってやるとすっごい吸収してくれそうじゃない？なんかそれ、うん、私はいいんじゃないかなって逆に思うんだけど。放置したら恐ろしいよね。とりあえず私の方が前より年上だから言っとくけど、10年後は考えておいた方がいい。そうね。うん。あ、お姉ちゃんからも昔言われたよ。30にはな、曲がり角が来るんやで、みたいな。来るんやでーって。マジか。言われたことを思い出したよ、今。そうだからね、やっぱりこう、どんどん年を取っていくと、もっとちゃんとしなあかんなやろな、みたいな、今ちょうどキロぐらい。今まで放置してたから。ちょっとね、二人のを聞いて勉強させてもらうわ。まあ、ニベアからが多分ね、いいと思う。そうね、うんうん。入りやすそう、なんか安いし、どこでも売ってるし。安いしね。うんうん。たっぷり持って、プルンプルになるんよ。ほんとだよね。なんかもういろんな、もうローカルでもすごいなんか、ヘアピンカーブの勢いで曲がるんやで、って。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしいよ。目若いからって舐めてるとそのうち痛いって見れて。いやーでも羨ましいな。まあそんなアメとムチ作戦です、私は。なるほど。会場でもね、いろいろ出てたんだけどね、そのニベアパックいいよねとか、私はこのオイルを使っているわとか、ね、いろいろ出てたんだけど、アンズオイルとか、そうで、前なんか恋スキンの時だったのかな、お風呂上がりに濡れてる肌にオイルを塗るといいっていうのがあって、なんかそれをなんか試してる某スタッフが、あれはいいとか言ってたな、ログで。勉強になるぜ。いろいろあるから、なんか好みのものを探してみるのも楽しいかもしれない。お風呂上がり濡れ油はベタベタしないで良いのです、だって。そうなんだ。ちょっとやってみようかな。なんか、なんでもいいから。あのね、お肌ケア、日常のお肌ケアにニベアもすごく使えるんだけど、っていうか自分も実際使ってるんだけど、最後に蓋をするじゃない？ニベアで。そうすると、やっぱりクリームだから、それから寝るってなると、ペタペタしちゃうでしょ？だから、一緒にね、ベビーパウダーも買っておくといいよ。ああ、お粉ポンポン。そう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 。そうするとサラサラになるからね。いいね。セットで。そうね。ちょっとやるわ。やって、そして感想を待ってるわ。そう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 。で、何年後かのことも考えてね。そうね、ちょっとね。なんかこう、長期的展望でね、やらんと。いかんね。お肌は、大事よ。大事な。乾燥放置してるとシワシワになってしまうでな。怖い。怖い。言ってもそうやで。だってなんか、整形の先生が言ってたけど、なんかテレビかなんかで。顔のシワは、いっぱい引っ張る手術があるじゃない？この皮をこう引っ張って、こう引っ張って、みたいな。でも、手は、その神経が張り巡らされすぎてて、引っ張れないから、もうどんなに整形手術で顔をきれいにしようが、手は年齢が隠せないって言ってた。ほんとだね。わかるわかる。なんか、いるもんね。で、手がすごく、手で、ああ、この人、顔すごく綺麗なのに結構似てるんだな、みたいな。ああ、やっぱ手は隠せないのねっていう。はい、ということで、皆様いかがだったでしょうか？まだ、ね、今3人が出した
意見などなど試したことがない方も、うん、ある方も、うん、日常に取り入れて保湿を頑張って冬の乾燥に耐えてください。そうね、やっぱ男性も大事よね。ね、今、うん、男性も大事、今ね、うんうん、美容男子が流行ってるしね、うんうんうん、こっちより女子力高いんじゃないかってくらいの人がいたりね。いたりするよね。あのね、鼻の毛穴までなんか気にしてね。毎日撮ってるんですよ、みたいな。はい。ということで、セキララ公開プロフィールのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、こちらでですね、うん、今週のたびたび夢大陸がお休みでございましたので、うん、ここでスポンサーインフォメーションをお送りいたしまーすよ。はいよー。少々お待ちを。へへ。今、ね、はい、準備してる。準備できた。OK。OK。はい。では参りますよ。はい。はい。たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションをご紹介させていただきまーす。はいはい。ジャパンオンラインから来年の3月の本格始動を目指して、目下開発中の空想、失礼しました。空想生活オープンタウンの情報をお伝えします。3月25日のオープンを目指して本格的始動を開始した空想生活オープンタウンですが、いよいよ住居エリアの建設がスタートしました。うんうん。住めるんだね。すごいね。なんか実際には、あれだね、なんか、私はここに住んでるけど、本当は東京に住みたいのよとかできるんだろうね。うんうんうん、ああ、できそうだね、うんうんうん。はい、こちらですね。ハリウッド映画でも使用されているソフト 3DS Max でいいのかな?を使用して、日夜インポート作業が行われています。はいはい。今週はその様子を一挙公開いたします。はい。今週より分譲エリアの住宅のモデルハウスの建設がスタートしました。現在公開されているタイプは2階建ての駐車場付きで、大型車も収納できる駐車スペースも兼ね備えています。また、ガーデニングなども楽しめる専用ミニガーデンも完備しています。現在、家具などのインポート作業も並行して進めており、失礼。入居時にはお好きな家具を選んでセットできるように取り進めています。おー、いいね。すごいね。今のこの SS 見てんだけど、めっちゃおしゃれやん。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれハウスよ。車もあるで。ね、夢のマイホーム、マイカー生活ですよ。すごい。それであの高速道路をぶっ放すんやね。はい。その他、ダイニングキッチンやバスルーム、テレビ付きのリビングルームや子供部屋など、使い方は自由で、窓から見える景色を楽しみながら、お友達と YouTube やビデオ動画を見ることもできます。ああ、いいよね、うん。いいね。うんうん。ブログに掲載中のビデオで詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧になってみてくださいね。うんうん。先週ご紹介しました首都高速に4人乗りのタクシーが登場しました。おお、すごい。あ、あ、この人はこの間いっぱい3人増殖してた、うん、あのお方が、あのお方 が、はい、こちらゆったり乗れて、さらに車窓から頑張れ、車窓な、うん、車窓から見える光景をオンボードカメラにて検証実験しました。はい。ね、こ
これどういうこと？実際に乗ってリアルのってことなのかな？ん？オープンタウンってことか？光景をオンボードカメラにて検証実験しました。おうおう、うん、その驚くべき結果もビデオの方でぜひご覧ください。うん、すごいね。そしてオープンタウン、失礼いたしました、オープンタウンのホームページもリニューアルされ最新画像が追加となりました。そちらも必見ですよ、うんうん、ぜひアクセスしてみてくださいね、うんうんうん、ごめんなさい、なんかもう今日カミカミで本当ごめんなさい。いいんやで、大丈夫大丈夫。はい、本日お伝えした情報の詳細およびビデオのリンク、そして前回ご紹介したメイクヒューマンに関する追加情報などはジャパンオンラインの公式ブログ仮想世界オープンシムで会いましょう、そしてバーチャル日本列島オープンタウンの公式ホームページをご参照ください。はいね、これ見てみよう、うん、ね、すごいよね、うん、もう列島を横切る高速道路が気になるね、気になる、うん、こないだなんかね作りますって言ってたんだけど、もうそこまで行ったんだって、ね、うん、まあドミニクさんが動画見たけどラグがほとんどない感じでしたよって、すごい、いいね、ラグがないっていうのは、いい、うん、このさ、あの4人乗りタクシーは自動操縦なのかな、どうなんだね、誰かが頑張る、あのおじさんがあのおじさんが頑張るのか、あのおじさんが、うん、ね、そしたらさ、なんかこっちは操縦しなくていいからさ、なんかすっごい楽しいよね、うん、乗り物が苦手な人とかでも乗ってるだけで楽しいよね、うん、でそれで日本列島横断みたいな、あーすごい、うーん、うん、楽しそう、楽しそう、ちゃんと着替えないとね、あったかいとこと寒いとこはね沖縄だったらこれみたいな、うん、うんうんうん、街道はこれみたいな、うんうんうん、はい、ぜひ皆様、見てみてくださいね。ね。はい。ということで、以上、たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、おっさんが運転してたらしいよ。今ね、ドミニクさん情報。そのおじさんはあれなのかな、全車両についていやどうなんだ、さすがにそれは中で誰かがだよね、さすがにそうだよね、うん、と思うぜ、あのおっさんアバターだって安心して乗ったら中身がケメちゃんで映画のタクシーみたいなことになったりね、ケメちゃん昔あのなんだっけ、上空にさカフェがあったとき、雪山の、うんうん、なんだっけなんだっけ忘れちゃったけど名前を、ドゥーマンギータじゃなくて、じゃないやつなんだっけが、あそこになんか除雪車両みたいなやつが置いてあって、うん、でその SL に来て早々のケメちゃんがヤッホーって言いながら乗って、あ、うん、あ、そうブローバックだ、ブローバックカフェ、あーブローバックだ、うん、そうで、その雪山をずんずん進んでいったら、うん、ファントムになっているところで上空から除雪車ごと海まで真っ逆さまに落ちたあったからね、ちょっとケメちゃんの腕ちょっと怖いかもしれないね、うん、ちょっと怖いね、すごい蛇行しまくる感じがするね、うん、ね、うん、はい、皆様ぜひお楽しみにね、3月25日オープンなので、うんうんね、そうカメラ固定してた人たちが
ヤッホーって言いながら動くケメちゃんを観察してたら、ヒューンって。はーい。じゃあ、お次参りましょうかね。はい。はい。はい。じゃあ、続きましてのコーナーは、これってどうよです。えいえいはい、こちらのコーナーは世の中にたくさんある私はこう思ってるけど他の人はどう思ってるんだろうっていう疑問について熱く語ろうというコーナーです。はいはい、そして今週の担当はマン。はい、オイリーな万太郎の担当です。はい、これって同様の今回のお題は、今年もあとわずかですが今年といえばラグビーワールドカップで話題となった五郎丸選手。うん。ですね。人気すごいね。すごいよね。なんかもう一気になんかラグビー人気が来たよね。で、そんな話題の五郎丸選手が挙げた理想の女性のタイプっていうのが、3歩下がってついてくる女性。なんだって。言ってた言ってた。ということで、今回のテーマは、3歩下がってついていく女性にあなたはなれますかと。いうお題。今回2択。うん、A、O は B ですよ。はい。はい。で、A が、まあ、好きな彼のため、好きな彼のためなら、なりますと。3歩下がると。3歩下がりますよと。いうのが A。B が、は？何言ってんの？なりませんよと。いうのが B の2択です。OK?OK、OK? OK です。はい、これ会場の皆さんもぜひ A or B にね、ぜひローカルでチャットで打つなり、頭にくるくる乗せるなりして出してくださいね。ね、男性だったら、どうなんだろう。どっちがいいか、そうね、どっちがいいかだね、男性だったら。3歩下がって一緒、五郎丸と一緒だよ、三歩下がっていく女性がいいって。なことないよっていう。いう人は B だね。B だね。はい、ぜひ、会場の皆さんも上げてみてください。ということで、私たち3人の答えを出したいと思いますので、よろしくどうぞ。はい。いいよ、言って。あ、私か。へい、行くぜ。せーの、どーん。マジで？え、A がいたって感じ。マジでか。意外。意外？意外。これ私が A。まあ、好きな人のためなら、なりますと。私が A です。で、残り二人はもう何言ってんのと。B。ですね。びっくりした。意外に、チャコリンとかそんな感じかなと思ってたんだけど。下がんない、下がんない。私、さっき、これも、クリオネ付けをしようかなと思ってたのも、2個つけちゃえ、みたいな。B、B、みたいな。B の2個付け。B の2個付け。絶対ならんぞと。絶対ならんぞと。マジでか。ふざけんじゃねえって。ふざけんじゃないわよっていう。サンプはぁみたいな。今日、チャコリンが面白そうだね。やばいね、ちょっと。これは楽しみだな。じゃあどうしよう。逆で行くね。私から行きますけど。私もこれめっちゃ迷ったんですよ。なれるかどうかっていうのはすごい迷ったんだけど、まあどっちかというとなれるかなと。もう三歩下がってついていく女性っていうのは、要、私の勝手な見解だと、こう、やっぱ男性を立てる。立てて、こう、男性に従って、っていう女のことなのかなっていう解釈を持ってるので、まあ別に、それでお互いが成り立ってるんだったら私はそれでいいかなと。思ってるので、A にしたのね。で、絶対 B じゃないとこいつとは無理だなっていう人には B になると思うの。
なんか、相手を見ちゃうっていうか。ああ、どっちでもなれますよと。そうそう。リバーシブルだね。リバーシブルなので、まあ、どっちかっていうと、A かなって感じ。そっかそっか。A も受け入れられると。全然大丈夫だし、うんうん、うちの両親がどっちかというと A なんですよ。そうなんだ、うん。もううちの母親はもう父親がいないとどこにも行けないし。あ、かわいい。うん、かわいい。なんか、うちの母親は車の免許を持ってないので、ちょっと遠くにお買い物ってなったら絶対父親に連れて行ってもらわないといけないし、うん、あと旅行とか行ったとしても方向音痴だから自分一人ではどこにも行けないから。かわいい。っていう、どっちかっていうと A 寄りの両親だったので、私はそれを見てきてるから、うんうんうん、別にそれが普通だったし。で考えたら、まあ別にどっちでもなれるし、やっぱ男性はやっぱりこう、一家を支えて、一家の名に先頭を切っていく人だと思っているので、考えたら、こう、女性の私は三歩下がるっていうのもなんか語弊があるんだけど、こう、後ろからそっと見守るみたいな。縁の下で。うん。支える。そうそうそう。そんな感じで、A でいけるなぁと思って。だから、昔年下の人とお付き合いしてたことがあるんだけど、うん。その人、やっぱ年下ってなるとやっぱこっちが優位に立っちゃい気味になるんだけど、うん。やっぱ精神的には私の方が下に位置づけして、自分で。うん。やってたかなぁと。まあ、そっか、年下の彼だったら、でも一応ほら、彼を彼として、年齢関係なく、うん。そうそう、立ててあげて、っていう感じで過ごしてたので、まあ、気持ち的にはやっぱ対等がいいんだけど、うん、でもいざって時、やっぱり男性って頼りにならないと、ダメだと思ってるので、ね。あれだもんね、結婚の挨拶来たら、ね、そうそう、結構まあはね、結婚の挨拶とか怖いのにと思ってた。そうそうそう、だからなんかいざって時にはやっぱり男性のなんかその強さを見せてもらわないといけないので、うんうんうん、だからそれをなんか後ろから見てる感じ、下がって歩くっていうよりは。でもやるときはちゃんとやってくださいってことだね。そう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 、うんうんうん、それこそ飴とムチを。なるほどね。ったように。そうそう。なので、どっちかというと A かなということで A にしました。なるほど。はい。じゃあ、B のキノコさんいかがでしょう？はーい。私はね、もし、なろうと思っても、うん。多分、その、ちょっと勝ち気だったりとか、その負けず嫌いなところがあったりとかするから、うん、なんか、なんていうの、こっちが下ですよ的な感じになると、何よーってなっちゃう。うん、わかるわ。そう、だからちょっとこ、向きになっちゃうから、三歩後ろっていうよりも、うん、横、で、横目でチラチラ？うん。で、なんか、たまに自分が半歩前出てみたりとか。マジで。この子やるわね。でも、なんか、自分からしたら怖いなーってことがあったら逆に縦にしてみたりとか。なるほどね。そうそう。衛星のようにね、ぐるぐるしてる感じ？ああ、はいはい、はい。そう。だから、なんか、うん、ひたすら三歩後ろで彼を支えますみたいな、うん、のはできない。性格上。いやでもね、わかる気がするよ。
うん、まあ、キノコリン、うん、そうだね。そうだよね。3歩下がってたら、なんか、どうしたの大丈夫みたいな。さん、どうしたのみたいな。熱あるんじゃないのみたいな。もう3歩下がってたら、もうそのことに対して何か事件なりイベントがあったとして、うん、そのことに対して自分がよっぽど恐れをなしているのか。だからどうにかしてくださいみたいな。そう。そんな感じの状況だと思う。はあ、はあ、はあ、なるほどね。でもね、あの、うん、今、モニちゃんが書いてるけどね、3歩下がるつもりで下がったらそのまま迷子になりそうでもあるって正解かもしれない。ええ。私もね、あの、若干っていうか結構な方向音痴なので。ああ、そうなんだ。そう。あの、昔、たびたびではナビゲーターをやっていたけれども。そうだ、そうだ、そうだ。でも、あの、シムとかなら、なんか、目印になるものが、なんか、なんていうの、限られてるから大丈夫なんだけど、うん、実際のリアル生活では、もう自分がちゃんと、なんていうの、頭の中で描けている道じゃないところに入っちゃうと、え、ここどこってなっちゃう。あー、意外。そうなんだ。そう。へー。うん。だから、なんか途中で携帯の電源が切れたらもう死活問題だよね。やばいね。やばいね。あのね、おこげさんがあんたそれでよくナビゲーターやったりマイクラやってるなって書いてるけど、うん、マイクラは基本ほとんど迷子で生活してます。そうね、マイクラはね、私はどっちかっていうと方向音痴ではない方なんだけど、うん、マイクラとかね、その SL とかはね、迷子になる。逆だわ、私だから。なんかね、SL は大丈夫なんだよね。マジで？ダメだわ。どっち向いてるか分かんなくなっちゃう。だって、ミニマップに東西南北書いてあるもん。ああ、そうだね。私、ミニマップはね、常に、出してないんだよね。それでかもしれない。ああ、ミニマップはずっと出しとくといいよ。そうね。なんかリアルだったら、この今自分の住んでる地域だったら、うん、全然もうどっちが来たとかわかるから、うん、どこどこ行って近道とかわかるんだけど、うん、まあ地図もだいたい読めるし、うん、なんだけどね。ダメだわ、SL はちょっとミニマップつけることになれるわ。うん。あの、東西南北で思い出したけど、昔、その、短大で進学で一人暮らししてた時に、うん、友達と遊ぶことになって、うん、で、某所に行って、まあ、名古屋なんだ、名古屋の某所に行って、うん、で、その友達のうちの一人はもうずーっと名古屋で生まれ育ってる子、うん、だから、そのどこどこの駅から出て、なんだっけ、北に向かってどうたらこうたらって言い出して、うんうんうん、は北ってどこ上とか、そう、下とかいう感じ、お前は忍者かみたいな。いやいや、それね、私は逆に北に向かってとか言っちゃう方だわ。だから私それで、わかるわかる。住んでる地域だったら全然わかる。だって北って、何、太陽で、夜とかでもわかるの？わかる。その近くの建物行ってよ、みたいな。うん。それどっち？だって夜だったら北わかんないじゃん。太陽出てないから。いや、住んでる地域はさすがにわかるよ。ああ。うん。私も昔それで、こう、友達を迷子に仕掛けたことがあるわ。どっち来たってみたいな。いや、だから、みたいな。いうことはあったね。もうね、あの、すごく逆の方向に進む自信があるよ。来たから。ああ、そう。意外。
全然わかんない。マジで超意外だった。そう。へえ、そうなんだ。あ、話がそれました。そう、話がそれたけど、私は下がれません。うん、下がれませんということね。うん、はい。まあ、それはね、なんとなくそうだろうなって思ったけど、そう、うん、意外なのはチャコリンですよ。あ、私はね、五郎丸がね、うん、まあ、確かにそのラグビーを知らなくて、うん、でその南アフリカだっけ、戦で、うん、あの、すごいことをなんかやったっていうニュースがガーって広まって、うん、で、あの、例えがなんかすごかったじゃない？野球で言ったら甲子園のチームが大リーグに勝ったとかそのぐらいだよとか、うん、いろんな例えをしてて、うんうん、その南、ね、うん、アフリカに勝ったっていうことで、うん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 、で、へーと思ってそれから見るようになった一人なんだけど、うんうんうん、それで、あの、見たらそのなんかちょっと変なポーズを、子供たちが変なポーズをテレビでしてるのよね。ああ、あの、お祈りのポーズね。うん、お祈りの、あの、蹴るときの、うんうん。で、あれが何なんだろうって言ったら、その五郎丸選手っていう人がいて、うんうん、であの人は、あの人だけが蹴れるっていう、うん、そのルールを知って、ほーと思って、うん、で、あの、変なポーズしながら蹴ってる人が、だん、もう、五郎丸っていう名前でももうすごく面白いじゃない。うんうん、ね、聞いたことないよね。うん。五郎丸って五郎丸五郎丸じゃないのみたいな。なんか名前っぽいよね、名字が。そう、五郎丸、なんとかって言うんだよって、へぇーみたいな。うん、で、ね、大人気になって、うん、まあ、確かに、おしゃれな人だなと。うんうんうん、ちょっと、ラグビーやってるから、すごくがたいが良くて、うん、で、もう、やっぱり、胸板とかは、うわ、すごいな、みたいな。うん、すごいよね。うん。ごつごつで。うん。ね。で、礼儀正しくて、うん。で、ああ、素敵な好印象の、さすが、方でっていう感じなんだけど、私は彼が、その理想の、あ、結婚してるっていうこともまだ情報がなくて、うん、で、結婚してるんだろうか、どうだろうかって、わーって騒ぎ始めて、うん。で、理想のタイプはどんなタイプですかっていうので、うん、3歩下がってって言った時に、はぁって思う。そこでそう、な、この、今、いつみたいな。うんうんうん、ま。なんか名前も面白いけど、3歩下がったっていう発想も、うん。うん、なんか、面白いなって。で、それをなんか言えちゃう。うん。うん。っていうのも、あ、やっぱこの人は結構自分に自信があるから3歩下がって言えるんだろうなって。うんうんうん。うん、きっとモテて、で、うん、ま、奥様もね、結婚して、うん、いらっしゃる、お子さんもいらっしゃるみたいで、うん、じゃあその奥さん絶対3歩下がってるんでしょうねって。すごい思っちゃうのね。うんうんうん。で、私は、その三歩下がったっていう言葉自体がナンセンスだと思った。はあ。だから、なんか慣れない、もちろん慣れないのは二個つけても全然いいし、うん。うん。まあ私の性格とかも、うん。結構、三歩下がってっていうふうになんか見えるかも、のかもしれないけど、うん。うん、全然下がったことなんか一回もないし。マジでか。そう、それで、ほら、みんな地図も読めるとか読めないとか言ってて、うん、私はもうリアルも SL も読めません。はい。もう読めないけど、うん、なんか、え、こっちじゃないの？なんとかって言ってて、うん、こっちだよって言って、強引に間違いを連れてっちゃう。いや、こっちだと思うよ。なんか、そんな気がする。って。うんうんうん。って言って、うん、でも、それでも、なんか、あ、もうしょうがないなって言って、うん、ついてきてくれる人、うんうんうん、いいなって。あ、うん、思うし、
あのね、3歩下がってて、奥さん絶対下がってないと思うよ、私。あー、うん。うん。じゃなかったら、ブ、うん、スは守れないと思う。確かにね。うん。あの世界的なあのスポーツマンのお家の留守をほとんど、ね、海外とか行ってらっしゃるから、うん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 、だからね、うん、この言葉自体が私はあんまり好きじゃなかった。ああ、うん、なるほどね。でね、今調べたね、五郎丸さんは福岡県出身なので、多分生粋の九州男児、だからそういう感じなのかもしれない。なんかこう九州男児がどうちゃらみたいな、なんかあるじゃん、うんうん、九州男児の人って本当にそうなのかな。ねえ、なんか、うん、今はちょっとどうかわかんないけど、でもなんかそんな感じなのかしら。ねえ、なんか九州男児の人はここにいないのかなとか思って、なんかいないね。さっきおほうほう言ってた人は九州男児だよ。あ、そうなの？おほうほさん。おほうほさん。うん、いや、本当に靴下まで脱がしてもらうんですか？ないない。なんか、靴下も奥さんに脱がしてもらうとかいう話をよく聞くんだけど。うんうん。あ、そうね。九州女ならいるよね、スタッフに。いるね。うん。うん、どうなんでしょう？九州男児はもうみんなしてそんな感じですか？周りに九州男児がいないな。確かに私もいないなぁ。うん。それこそあのおほほしてた例のあの人。うん。うん。でもおほほさんはそんな感じはないんだけど。うん。うん、でもおほほさんのお兄さん。うん。まあ、なんか今でこそ丸くなったけど、その年をとって、うんうんうん、けど昔は結構なもんだったぞみたいなのは聞いたよ。あ、ブイブイはしてた感じ。ブイブイっていうか、うん、結構亭主関白というか、うんうんうん、ああ、やっぱりそうなのね。なんかその地域のなんとかっていうか、うん、なのかな。うんうんうん、あるのかもしれない。ああ、そっか、うん。今、うちの某九州女子、うんうん、カメラマンが、うん、なんか言ってたよ。三歩下がれって言うけど、その分、うん、この、その分ちゃんと嫁と子供の守る責任を取るから、その気持ちがあるから言えるって書いてあった。あ、なるほどね。もともとの意味はそういうことらしいよね。3歩下がってこい、ついてこいみたいな。うんうんうん。だから、なんか今でこそ自分を立ててくれる女性がいいみたいな意味で使われるけど、うんうん、本当はその自分が身を挺して守りますよみたいな。うんうんうん。そうか。かちょっと、なんか。って思っちゃうけどね。うん。ちょっとなんか納得しちゃったって。そこは信じてあげようぜ。三歩下がってついてきてて、前からボール飛んできたヒュッて避けられてさ、バーンって。バーンって。バーンって顔面に。もう、違う殺戮の嵐。血の雨が降る。そうそう、血で血を洗う争いが今ここにみたいな。ああ、なるほど。なんかいろいろ意見が出ましたが、会場はどうでしょうか？どっちがいい？女性は、男性も、どの女性？下がってきてくれる方がいいのか、うん。別に気にしないようがいい方か。さっき、クリちゃんは、うん、クリちゃんも相手次第かなって書いてた気がする。うん。うん。モニちゃんはね、B だって。気づいたら追い越してた。あ、ダミニクさんはやばいと思ってたけど、女性を前に出すそうです。いかんぞ。いかんいかん。
でもこれはでも結構いろいろ分かれるんじゃないだろうか。ね、うん、でも一番やっぱりここ忘れちゃいけないなと思うのは、五郎丸だから、うん、A になれますっていう人いっぱいいるかもしれない。いそう、うんうんうん、私はなれないよ。うんうんうん、シンさんは B だった。おこげさんも B だって。ああ、B がやっぱ多いんだね。うん、そんなに気にしないよと。今日お休みのあの方は多分ね、うん、自分では A を選ぶと思うんだけどね。天真爛漫だからね、うん、なんかついていってるふりっていうかついていってるつもりなんだけど、自分の天真爛漫さで相手を振り回してしまうような気がするよ。うんうん、わかるわ。うん、わかるわかる。うん、でも私は A なのとか言ってそう。うん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 。なるほど。クリオネさんは相手次第ということで、だいたい出たかしら？かな？はい。これどうまとめる？どうまとめよっか。まとめが難しいぜ。難しいね。うん、まあやっぱ人それぞれだし、うん、まあ好きな方でいいんじゃない。そうな。はい、じゃあ今回のまとめといたしまして、3歩下がってついていく女性になるかならないかはあなた次第ということで。ああ、うまいな。そうだね。うん。はい、ということでこれってどうよのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、リングでいっちゃうよーい。イエーイ。はい、エンディングでございます。では来週月曜日の旅夢大陸のお知らせです。もう番組名言っちゃってるけど。はい、来週月曜日に、あ、14日だね。うん、は22時から旅旅夢大陸がございますのでお見逃しなく。はい、2015年最後の旅旅だね。そうだね。うん、うん、はい、ね、そしてでですね、金曜日の TJC は先週の TJC でもお伝えした通りお休み、しばらくお休みをさせていただきますので、また戻ってきてからね、はい、楽しみに、うん、楽しみにしてください。はい、そして来週はですね、うん、女子神も17日が、年内ラストでございますので、 SLTV の放送のラストでございますので、そうね、はい、うん、皆様ぜひ遊びに来てくださいね。遊びに来てね。遊びに来てください。あー、もう終わるんだね、今年がね。あー、もう早っ。早いわ。もうあと、え、だって3週間あと。うん、そうだね。あと何、20日ぐらいとかしたら、うん、もう行く年来る年だよ。そうだよね。うん、だからもう終わ、いろんなもんが終わってて、じゃあ大晦日だねみたいな。大晦日だぜ、飲むぞだよ。うん、早いな。もう言うてる間だよ、本当に。本当だよ。怖い怖い怖い。怖い怖い、うん。年末年始とかなんかしたりする？何にも。掃除、掃除する。あ、掃除ね。私も、うん、掃除はしないとやばい。今週末から本気出すよ。ほう。あ、私も今週末から本気出す。うん。いろいろね、道具は買っといたんだ。うん。エコちゃん、エコちゃん。そう、はい、あとね、実家に帰ろうかなって思ってるんだけど、うん、年末年始、うん、去年も
入るつもりだったのね、もともとの予定では、うん、でも大雪のために行かれた、帰ってくるのされたんだよね。そう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 、うん、あそうね、うん、で結局その予定だった向こうからこっちに戻ってくる日に、うん、その今現在私が住んでいる地域でも珍しく大雪が降って、うん、結構積もって電車止まりまくりの交通、うんうん、何道路とか麻痺しまくりで誰も動けませんみたいな、うん、だから今回はそういうことにならないといいなって。すごかった、そうだったそうだった、思い出した思い出した、うん、うんうんうん、そうだからね、雪降らないで。そうだね、うん、うちもちょうど年始にそっちの方に行くから、うん、ね、雪降ったら三重県を越えられないよね、うん、車で動いたりとかも怖いしね。そうね、うん、はあ、皆様雪と風にお気をつけて、風あ、ね、うん、そうね、あとノロウイルス流行ってるらしいよ、ね、あ、流行ってる流行ってる、うん、気をつけないと、うん、はあ、体調に気をつけてお過ごしください。では最後に女子力の神様にお願いしましょう。なん、はあ、はい、そうだそうだ、はい、明日胃もたれニンニクでしませんように。うん、じゃこにゃん、はい、私は山本総本家の味噌煮込みうどんが食べてみたい。ああ、うん、さかき屋のも美味しいよ。美味しい、いや、ほんと、うん、今インスタントのやつ、あれめっちゃ美味しいね。あ、そう、プラス卵、さかき屋でいいや。はい、私は掃除と保湿を頑張りまーす。神様、お願い、ありがとうございました。ありがとうございました。すぐ動けって人のことなんか聞いちゃいられない。あなたは追っかけて何か独自を出して耳箱がもう100匹で、でも今日も会いたくてその笑顔が見たくて、思った時に気づいて、まさに願いは